こんにちは。エステティシャンの A 型話番外編ということで、今日はエステティシャンの世間話。で、えー、今日取り上げるのは、えー、ツイッターのトレンドに上がっていた、えー、鬼畜の諸行についてですね、ちょっとおしゃべりしていきたいなと思うんですが、まあ、この事件ですね、2019年3月に、えー、大宮駅東口で20代女性に声をかけ、 カラオケ店に連れ込んで、でレイプというかね、やったと。レイプをしたと。一人の女性を二人で交代でレイプしたという話なんですけれども、えー、これが、なぜこの事件がですね、こんなに話題になっているかといえば、えー、逮捕が6回目でミスター慶応元ミスター慶応の人が犯人ということで、 えー、で、しかもこの人のお家がめちゃくちゃ金持ちなんだっていうところでね、いろんな要素が、えー、重なって、とても多分話題になってると思うんですが、まあ、この人に限らずですね、まあ、6回目っていうのは、しかもこの方今24歳当時24歳とかもう今25歳なんかわかんないですけど、24歳が5歳で、最後6回目って、めちゃくちゃハイペースじゃないですか。で、 なんかまあ、この人は6回目ですけど、まあその、まあ逮捕の回数は置いといても、まあ、そういう性犯罪する人、あの、女暴行だったりとか、まあ、小児性愛者の人とか、で、もう、多分薬物依存とかね、アルコール依存的な感じで、もう一生付き合っていかなきゃいけない、病気だと思うんですよね。ってなると、長いなっていうね、まだ24、4で、 あとね、どれぐらいなんか寿命あるのか知りませんけど、そのずっとあるわけじゃないですか。その、なんかね、レイプする人にはいろいろね、もちろんタイプがいるんで、ケースバイケースですけど、まあ、中にはね、女性は、なんか乱暴されたがってるんだっていう、なんだかよくわからない、そういうふうに思い込んで、まあそういうレイプに、えー、発展している人もいれば、えー 完全にまあ、趣味ですよね。なんか、もう、キャーキャー嫌がって、やりな、嫌がられて、それを抑え込むのが好きっていうタイプの人もいて、まあ、この、え今回のミスター KO となる人が、どういうタイプなのかわかりませんけれど、これは大変ですね。だってその欲はもう常になるわけじゃないですか。若いし、なんか、ね。 もう、ムラムラしちゃうわけじゃないですか。や、お酒とか飲んだりしたら。長いなぁ。いやーなんかまあ、ツイッターでね、皆さんなんかいろんな、ちょっと意見見てみたら、まあ、もう、こういう人はね、あのー、何回も外に出すのはおかしい。まあ、示談が成立しちゃってるんでね。そういうのはおかしい。罪に問われないのはおかしいって、まあもう本当にごもっともなんで、それについても何も言うことないんですけど。 いや、まあ、司法制度をね、変えてもらうっていうのはそうなんですが、あと、あれもありましたね、申告罪ですよね、こういうのって。で、あの、疑わしきや罰せずっていう、まあ、あるじゃないですか。怪しいからだけでは捕まえませんよと、証拠がないと逮捕できませんよっていう中がで、まあ、女の人がやっぱ証言しなきゃいけない。 こう、最初に、例えば声をかけられて、ついていったらなんか、まずどこを触られて、どういうふうに服を脱がされて、何をされたか、もう全部、ね、また同じ体験を、また脳みその中で、ね、繰り返さなきゃいけない。その、で、まあ、検察からも、弁護士からも、まあ、質問されるわけですよね。で、弁護士側からなんかは、あなたにも火があったんじゃないですか、バリのことを。 言われたりして。いや、ちょっとハードル高いですよね。で、まあ、それをやんないと、まあ、逮捕できないっていうか、そのね、ぶち込めないわけですから。いや、まあ、ね、だからそういう、そこをどうするか。で、かといってね、そのハードルをなくしちゃうと、またな、冤罪というかね、なんか、まあ、ね、起きちゃったりもするんでしょうし、 いや、難しいんですよね。その辺って。まあただ、あの、罪はね、もっとこの厳罰化した方がいいと思う、いいと思います。本当に。あの、女性はね、ずっと、その傷を抱えて、ね、フラッシュバックとか多分したりとかすると思いますし、多分行動がね、それまで、その被害に遭うまでとは全然違う、もう制限された、 感じになっちゃうじゃないですか、気持ち的に。だからそう、それはもちろんそうなんですけど、いや、なぁと思って、その司法制度、運動はもう本当に、ね、今すぐにでもやってほしいし、なかなかね、難しいところもあるのかなと思いつつ、で、このね、方の場合、今回のね、ミスター・キオって言われてる方の場合ね、なんか、すごいお金持ちなようなので、 やっぱりこう監視したりとか、だって24、死後でもう6回も捕まっちゃってるってなると、なあ、多分もう GPS ね、つけるとか、なんかね、そういうアメリカではね、刑務所に入りきらないから GPS つけたりしてるみたいですけど、とかね、監視の人つけるとかね、しないともう自分で抑えられないでしょうからね、カウンセリングって言っても、 カウンセリング受けたりすることもあるらしいんですけど、なるのかな難しい。薬物とか、アルコールとかよりもなんか難しい気がしますよね。その性の問題って。なんかそれよりももっと強いような、よく知らないですけど、なんかもっと根深い感じがするので、なんか、ね。 大変。大変だなぁと思うし。で、まあ、この人に限らずですね、今回ね、話題になっている人に限らず、あの、一定数絶対いるじゃないですか、そういう人。レイプしちゃう人。とんでもない話なんでしょう。いなくなったらいいんですよ、本当に。でも、ゼロになるって、難しいんだろうなって思うんで、やっぱり現実的に考えると。そうなってくると、 女の人の方でもやっぱ気をつけるしかないですよね。巻き込まれないために。あの、やっぱり知らない人にはついていかないとかね。あの、夜遅くに寂しい道路を歩かないとかね。極力ですよ。なかなか難しいところもあると思うんですけど、行くね、生活して,て。やっぱりなぁ。だけどおかしい人おかしいですからね。こっちがやっぱり最大限。 気をつけるしかないんだろうなっていうふうに思いますね。はい。だから、あの、なんだ、テッドバンディとか、ね、あの、見てたりとかしても、あの人も連続浮上暴行殺人の、で、まあ、死刑になったりしてましたけど、 ああいうドキュメンタリーとか、確かネットフリックスとかでも上がってたんで、まあ、ご興味ある方見ていただけるといいかと思うかな。なかなか、ああいうの見ると本当に根深い。大変。それと付き合っていく本人も、周りも大変だし知ら。知らない人には絶対ついていかないし、夜道も歩かないようにすると。 あんまりね、寂しい夜の道は歩かない方がいいんだなとかね、思いますね。はい。毎回思います。こういう時期を見ると。その被害女性の方、もね。だからもうこれ以上被害を増やさないためにも、やっぱりこのお金持ちのお家のの、ね、方が、再犯防止、 とりあえずもう時短でやるんだったらただお金払うだけじゃなくて、ちょっと徹底的にガードしてちょっと他の方に迷惑かけないようになんか手配するとかね、あの、してほしいなって思いましたし、いやなんかまあ、気をつけていく生きていくしかないのかなって思ったりもします。ね。 という感じで、またなんかえ気になることあったら喋っていきたいと思います。終わりです。